皆様こんにちは。女装家の雑学霊でございます。よろしくお願いいたします。皆さんはヴラド三世という人物をご存知でしょうか。実はこの人物はアイルランド人の小説家ブラムストーカーの著書吸血鬼ドラキュラに登場するドラキュラ伯爵のモデルとなった人物として知られているのです。今回はそのドラキュラ伯爵のモデルとなった人物ヴラド三世について紹介していこうと思います。ヴラド三世は15世紀に現在のルーマニアの南部に存在していたワラキア公国の君主であり、大勢の人々を串刺しの刑や火あぶりの刑で処刑した人物として知られているのです。彼にはヴラド三世の他にヴラド・ツェペシュやヴラド・ドラキュラなどといった呼び名が存在しています。ツェペシュは彼の姓ではなく異名の一つであり、ルーマニア語で串刺し子、串刺しにするものを意味します。ドラキュラは彼の父親ヴラド2世の異名であったドラクル公から来ています。ドラクルとはルーマニア語でドラゴン、竜を意味しており、ヴラド2世がドラゴン騎士団に叙任していたことから来ています。そのドラクルの子という意味でドラクラ、ドラクレアと呼ばれ、この英語名がドラキュラとなっています。これがドラキュラの語源となっているのです。ちなみに串刺し公という異名は敵対していたオスマン帝国の兵士がトルコ語で串刺し君主を意味するカジクルベイと呼んでいたことが由来となっています。ヴラド三世は1431年にワラキア公国でヴラド二世の次男として生まれました。1436年に父親のヴラド二世がワラキア公に即位しますが、1444年のバルナの戦いで敵国であったオスマン帝国に敗北してしまい、その際にヴラド三世とその弟のラド三世がオスマン帝国の人質として抑留されてしまいます。ヴラド三世はその間にオスマン帝国式の軍事訓練や教育を受けて育ちました。1447年に彼の父と兄が暗殺されたことを聞かされ、その後ワラキアへ戻ってオスマン帝国からの支援を受けたことによりワラキア公の座に就きます。しかしその直後に彼のまたいとこであるブラディスラフ2世にその座を奪われ、母方の叔父が治めるモルダビア公国へ亡命します。そして1456年にブラディスラフ2世を打倒したことにより再びワラキア公の座に就きました。再びワラキア公の座に就いた彼は敵国であるオスマン帝国に立ち向かえるよう、国内を盤石なものにするためにワラキアの中央集権化を推し進めます。そこでまず行ったのが有力貴族たちの処刑です。この頃の貴族たちは君主にも劣らないほどの大きな力を持っており、国内が安定していない状態でした。彼は国内が衰えたのはこの君主に忠義を果たさない貴族たちのせいだとして、貴族たちを次々と串刺しの刑で処刑していきました。さらには国内の治安維持、疫病の蔓延防止のために貧困者や病人などの弱者たちを火あぶりの刑で次々と処刑していったのです。1461年オスマン帝国がワラキア公国に奉納金を要求するために使者を派遣し、彼に謁見します。しかし派遣された使者はかぶっていた帽子を取らずに謁見し、彼がなぜ帽子を取らないのかと問うと、使者はこれが我がトルコの流儀なのです
と答えます。彼はならばその流儀を徹底してやると言い、大仕事死者の頭に釘を打ちつけて返したことで宣戦布告をしたのです。これによりオスマン帝国との戦争が始まりますが、予想に反し彼のゲリラ戦、焦土作戦、夜襲で対抗し撃退したことでワラキアの連勝が続きます。1462年オスマン帝国の皇帝メフメト2世は十数万の大軍を率いて再びワラキアへ進軍します。これに対してブラド3世率いるワラキア軍はわずか2万から3万ほどであったと言われています。ここでも彼はゲリラ戦、焦土作戦、夜襲を行い、その際に捕らえたオスマン兵2万人を串刺しにします。そして首都であるトゥルゴビシテの城に入城したメフメト2世率いるオスマン軍がそこで目にしたのは、長さ 1km、幅 3km ほどの平野にさらされたブラド3世による2万人のオスマン兵の串刺しの森でした。メフメト2世とオスマン軍はこの残酷でショッキングな光景を見てしまったことにより戦意を失い、ワラキアから撤退しました。これによりワラキア軍はオスマン軍に勝利し、見事国を守ることに成功したのです。しかしその直後、オスマン帝国は彼の弟であるラドゥス3世とワラキア国内の反ブラド派の貴族たちを扇動し結託させ、ブラド3世を失脚させます。ブラド3世は落ち延びた先のトランシルバニアでハンガリーの王であったマーチャー州1世にオスマントルコに協力したという罪状で逮捕されてしまい、そこから12年間幽閉されることとなります。その間に彼は東方正教会からカトリックに改宗し、マーシチャー州1世の妹と結婚し子供を設け、1474年に解放され、再びワラキア公の座につきます。しかし彼は1476年にオスマン帝国との戦争で戦死しました。しかし一説では反ブラド派の者による暗殺ではないかとも言われており、正確には分かっておりません。彼がこのように残虐非道な異常者と言われ続けているのは、ハンガリー側によるプロパガンダが原因だとされています。マーチャー首相がブラド3世を捕らえた後、彼の悪事を誇張・捏造をしてはそのパンフレットを作り、それをヨーロッパ中に配布していたと言われています。そのプロパガンダが後の吸血鬼ドラキュラの誕生につながったとされています。しかし当時は国内の治安維持やオスマン帝国との戦争の際にも異常な手段を取らなければ生き残れない時代でもあったのです。実際にそうしたことにより国内の犯罪率は急激に下がり、治安は非常に良かったと言われています。また敵対していたオスマン帝国は当時の世界最強の超大国の一つであり、ヨーロッパはその脅威にさらされている状態でした。オスマン帝国との戦争に勝利した際は、彼が正教徒であったにもかかわらず、ローマ教会関係者から称賛の声が届くほどでした。そのためルーマニア国内では強国から祖国を守るために戦った英雄として評価されているのです。2012年にイギリスのチャールズ皇太子が出演したテレビ番組のインタビューで、私はブラド3世の子孫でトランシルバニアの血を引いているとブラド3世の子孫を名乗ったことで話題となりました。はい、以上がブラド3世についてでしたが、彼が大勢の人間を串刺しにして処刑した
残酷な暴君として恐れられている反面、当時ヨーロッパへの進出を目論んでいたオスマン帝国の脅威から自国を守った英雄として称賛されていたのも事実です。確かに残酷な方法で人々を処刑したのは間違いではなく、その残酷な部分ばかりがピックアップされていますが、当時の時代は国を守るためや国内を安定させるためには仕方がなかったのかもしれません。ヴラド3世は無慈悲で残酷な異常者ではなく、祖国と国民を守るために悪魔となった悲しきヒーローだったのかもしれません。皆様ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。